シバコースとメインスタンドサンクルー競馬場はフランスのイルド・フランス地域圏オードセーヌ県サンクルーに位置する競馬場。サンクルー大賞をはじめとした国際級の大レースを開催する競馬場の一つとして有名である。1901年にオーナーブリーダーであった実業家エドモン・ブランがパリ郊外サンクルーに開設した競馬場である。 サンクリュー競馬場で開催されるエドモンブラン賞は、彼の没後にその功績を称えて創設されたものである。1919年、サンクリュー競馬場は後にオーナーブリーダーとなる、実業家マルセル・ブサックが買い取り、フランススポーツ奨励協会に対応する形で、運営されていた。1974年に所有権が、フランススポーツ奨励協会に正式に移動、その後組織統合により、 フランスギャロの管轄する競馬場となった最寄り駅にルバルドール駅がある。ババは芝のみ一周は2300メートルの馬蹄型に近い左回りコース。直線約500メートルでやや上り坂となっている900メートルの直線コースも存在する800メートルから3100メートルまでの距離線が開催される。ありがとうございます。